けた。殺す。父さんと母さんの仇。おやお前、まさかダナの魔女か。あの時根絶やしにしたものと思っていたが、さては生き残りがいたか。おいリベル、うるさい。私はこのためだけに生きてきたんだ。邪魔するならあんたも殺す。お前、殺してやる。絶対殺してやる。みたいな顔で、あの女を殺させちゃダメだって。あの女がしたこと、あんたも見たじゃない。あれが許せるっていうの？そうだよな。俺、何やってんだろう。だけどやっぱダメだ。そのままやっちまったら、と後悔する。だからごめん、ごめんな。ふざけないでよ。あんたなんかに、あんたなんかに。茶番は終わったかい？貴様！この何年にもわたり、わらわはひたすら研鑽に励んでまいった。お前の一族の知識も益するところだいであった。せめてもの礼じゃ、その成果の一端を味わっておくれ。それがわらわじゃ。ゴロージロ。お前にぶっ飛ばされるのは慣れてるからな。今はあいつを倒すことに集中しようぜ。レンガで宇宙強烈波、体的圧を切り裂け。弱そうなとこを戦おうぜ。受け付け嵐、支援連結調べて下だ。流星陣再流け。凍てつく氷の槍よ、要素ラジマクシスアレクスリーズアレクス倒れろ。レンガ弾ヤッホ、流星陣
かか
これでいける。死の力を取り戻す。サンダーブレード。やっと終わりだ。しびれろ炎よ流星陣。まずの一つ熱風だ。灰になれ。もう一発だけ絶好になれ。くらえ。終わりだ。攻める。やれるよ流星陣。インテリーカム死の手当てないよ。絶好待て。あがくがいい。ストライク。くらえ。当たれ。流星陣。流星陣。流星陣。俺に任せて。倒れろ。援護。メドラに逃げられた。リーメルは？なんだこれは。何があったんだ。バエフォン、あんた無事だったのか。ずっと町の外にいた。いきなり中が静かになったんで何事かと戻ってきたんだ。どうなってる。なぜ誰もいない。スルド・アウメドラの仕業だ。精霊力を一気に集めるためわざと捕まり人々を煽り立てた。デダイムもというより広場にいたほぼ全員が犠牲になった。デダイモもほぼ全員って。それじゃ漆黒の翼の仲間は。なんてことだ。いくら自分の領地だからといって人間にあんな真似ができるなんて。ケルザレクをそそのかしたのがアウメドラなら当然予想して叱るべきだった。ヘルガイの果実の効果をまずメナンシアで確かめてそれを用いたに違いない。初めから何もかもアウメドラの計略だったと。食料もあらかじめ細工しておいてから見つかるようにしたんだな。追いかけるんだ。ビエゾやガナベルドもたちが悪かったがアウメドラはその日じゃない。しかもあいつは本当に逃げ出したんじゃない。このまま放っておくわけにはいかない。ああ許せないぜ。私は分からないよ。もしまたアウメドラと戦うことになったら私どんな顔をして戦えばいいの。リンベル、あなたの痛みはあなたにしか分からない。憎しみを支えにするというならそれもいい。でもアウメドラを倒せたとして、え、差し違えようというわけでないならあなたはその後も生きる。そんなこと急に言われたって。本当にそこがあなたの執着点なのか、本当に他に何もないのかどうか。そうだな。だがシオンの言う通りちょっとどうしても辛いなら。ダメだよ、それだけはダメ。私も一緒に行く。しかしバイフォン殿、何か心当たりはないだろうか。確証はないが、ここから西の、そこで何年も前から第二の当時は何のためか分からなかったが。なるほど、分かった。
次は何をするつもりだ。どうせろくでもねえことだろ。今度は止める。